三泉カズのこいちゃんというわけで小泉カズトークチャンネルこいちゃんです皆様あけましておめでとうございます2016年最初のこいちゃん小泉カズトークチャンネルお話は小泉カズ長野市会議員でございます新年もでかい声で皆様に情報をお届けしたいと思っているところでございます まあ,あの小泉一馬新年特集ということでやれと言われてますのでちょっとね今年の抱負なんかを語ってみたいと思いますけれどもまあやっぱりね今年も小泉一馬はシーズンファースト市民第一主義でいきたいと思ってますね。あののー、のやはり、ね、市民の皆様の満足度いただけるる姿勢ににするこれも第一に考えていく しな,ないし市民の皆様のねお知恵ご意見そういったものをきちんと反映できる長野市政にしていきたいというのが小泉和真常々、ね、考えているところでございます今年も新年年頭初心に帰ってこれをね進めていく小泉一真の今年の抱負ですでねあとはねもう新年からねいろいろと問題が 出ててきちゃっております去年のこれからね皆様ご記憶新しいかと思いますが市民会館長野市芸術館の見切れ席ステージがねちゃんと見通せない席が1,000と300席中に80席以上90席ぐらいまでできちゃった困ったという話がね出てきまして。 これね、あのー、越年するっていう方向でどうもなってんじゃねえかって去年ねそういう説明を受けましてあらあら困ったねそれなんとかね去年のうちにやってもらえたってかったけどっていうのは小泉のね一つ去年残念だったことでございます。 でねあのこれもねまあここだけの話ですよっていうことじゃないんですけれどもやっぱり牧文彦先生設計のね芸術館設計第一調者設計やられた牧文彦先生が偉すぎちゃってどうも市役所の方がねちゃんとものを申せないそのコミュニケーションがうまくいかないそういったところにねどうも原因があったんじゃないかな小泉和真今ね。 そんな風に思ってますこれね今年のね1月の7日かな7日にね記者会見で発表します今後どうやってねこれを解決していくか前後策を発表しますって長野市役所は聞かされていますその時ね小泉一真この間市長とねお話しした時にも言ったんだけれども是非牧文彦さんと長野市の共同記者会見にしてくださいっていうことをね申し上げてあります。 で、どっちかっていうとうね、大泉一馬はあの設計の責任も見ていかなきゃいけないしそれから長野市のねその設計をじゃあどういうふうにチェックしていたのかその辺も見ていかなきゃいけないだけれども議員としてはねどっちかっていうとさっき言ったみたいにね 牧さんにちゃんと言っても聞いてくれないみたいなことが、ね、今まであった。それを小泉聞いてます。長野市役所にはちょっとね、同情的なんですよね。だけどそうは言っても、言うべきことをちゃんと言ってきたのかということも含めて、チェックしていく。これが今年の初めのね、小泉の仕事始めになると思います。でね、1月の6日に、 早速ね、えー、と情報公開請求しちゃうんでその説明が合うっていうんでねあの文章見ながらねチェックしてまいります。でねその,その後のこともねその後とというのは去年のうちに情報公開請求してるんでその請求日以降のことについてもね牧文子先生と篠井市役所さんで何をどういうふうに話し合ったのかその辺もきちんと情報を取って皆様にお知らせしつつ3月議会に備えていく。 これがね、年頭の最初にやらなきゃいけない小泉の仕事だと思っています。またね、これもね、ブログやツイッター、フェイスブック発信していきますので、どうか皆さんご注目ください。それからね、保健所のことですよね。これも今年のね、重要な案件になってきそうですね。長野市と長野県の保健所、一緒に 共同設置しようっていうことをね、小泉一馬は慎重に、慎重に考えていきましょうっていう立場です。長野市の権利、中核市になったのは、保健所を持つためでもあったということを、この事実をね、忘れちゃっている市役所の職員、議員さんたち、多すぎる。本当に悲しい。で、これをね、きちんとチェックしていく。 で小泉も、ね、去年、ね、あの12月議会でいろいろこの件について発言しましてなんと福祉環境委員会で委員会議員としての発言を許されるというそういう,もう本当に異例中の異例みたいなことが、ね、起きちゃいました。これどういうことかというとなんとか委員会って常任委員会あるじゃないですか議会ってそこはねやっぱり委員さんが基本的に発言するわけですよ。 で小泉一馬は経済文教委員会の委員だからその保健所の所管のね福祉環境委員会でいくら発言しようと思ったっ発言させてくれないんです普通はで小泉もね勉強してるんで裏技があるって知ってましたそれが委員会議員の発言委員長に発言させてくださいって、ね、書面で提出して委員さんがみんな OK よって異論がなければ発言できるんですよで小泉もね そうやって、書類出したらな通っちゃって、で、10分間、12月議会の福祉環境委員会で、これこれこうですから、ぜひぜひ市民メリットのない、市の保健所、県の保健所共同設置、慎重に考えるべきです。小泉は演説してまいりました。でね、あの、それでかどうかはわからないけれどもね、あの、2月になったら、 またね福祉環境委員会があの議会のある時じゃないんだけれどもやるんですってでその保健所のことについてねいろいろ調べるっていうそういう目的でやるということでね福祉環境委員会もこの件についてはちょっと関心持ってね調査するようになってきてます小泉もこの件についてはね今調査中ですんで3月議会ではこれについてもバッチシ発言してまいりたい これが年度当初にあたってのね目標であると同時にやっぱりこれはね市民の健康生命を守るための保健所でありますのできちんと小泉はね守っていきたい今年1年を通じての活動の目標の一つになってくると思います。でねそう言いつつねまあねその去年からの流れで今ねあの芸術館のお話とそれから保健所のお話させていただきました。 ね、ちょっと去年を振り返らせていただきますと、去年は本当にね、皆様に選挙でお世話になっちゃって、ありがとうございます。今ね、こうやってお話しさせていただけるのも、皆様のご支援あったからこそでございます。小泉はね、そのご恩に報いるべき立場であると自覚してありおりますので、また今後もね、一層一層皆様のために、 チェック、そして提案してまいりたいと思います。で去年のね、1年はまずそれですよねで。あとはね、振り返るっていうと何かなっていうと、あのね、そうそう、これがあったんですよ。これね。これ。この辺ね。これ、覚えてますこれあ、あの、丸に円の字で。これが、長野市のシンボルマークです。で、これが、だけど、当初予算はね、50万円だったんだけど、 でできてみたらなぜか随意契約で36 7万千円しかも東京の業者一本釣りあんたしかいないっていうねそういう扱いで長野市の業者さんにやるのはまだ分かるけど東京の業者使っていたしかも誰でもできそうな小泉でもできそうなデザインだったっていうことね。 でもね、あの小泉ちょっとねこれキャンペーンっていうわけじゃないけどブログで集中的に連載なんかもしたりしてねこれも結構ねあの皆様から反響大きかったですでこういったことをね今後も小泉はねお金の使い方きちんとしようねっていうチェックしていきたいと思いますまあ皆様のご要望ともあろうと思いますのでねあとはねあのー、えっとね思い出に残ってるのは3月議会で小泉が 質問したことが元になってなんと条例が一本できちゃったっていうことありましたよねこれもおさらいですけどあのー、長野市の付属機関設置条例これ小泉はねそんだからもう何おととしになるのかな3月議会で長野市の付属機関ちゃんと条例や法律に基づいて設置している以外のものがね勝手に作っちゃうのが行政が勝手に作っちゃってるのが 議会の審議を経ていないのがあるじゃないかって質問したら、それが元になって付属機関設置条例が去年の参画できました。これも小泉のね思い出になってます。あとはね、まあそんなあのね選挙の時にね小林秀子さんとあの安保、南部条約じゃい,いや、安保関連法案のことでツイッターの上でねちょっとあの 論争みたたいなのしたして毎日新聞で取り上げられたな,なんていうのもありましたよねあ,あとそれからね芸術館のことでもえと12月に SBCNBS でね小泉のインタビュー載りましてそれから毎日新聞もね小泉のえコメントがインタビュー載ってますそれから朝日新聞でもね小泉が写真提供してちょこっと名前だけ載っています。 こういったこともねありましてまあ芸術館についてはあのいろいろとね小泉も発言してまいりたいあそうそうそれからねもう一つ小泉はねこれもねちょっと調べていかなきゃいけねえなと思っていることはこれこれねこれちょっとねあのすいません Google から引っ張ってきましたストリートビューですねこれはあの長野市のねオリンピックの時のエンブレム もうね間もなく取り壊されてしまうであろう長野市の第一庁舎の壁面にねこれが今ね大きくまだかかってますでねこっちの方にね位置関係ですねこの,この辺ですねこの辺にねあのパラリンピックのシンボルであるパラビットもねかかってますでこれをねじゃあ庁舎壊しちゃうけどどうすんのって話がね まだ決まってないんですよ。え、ど,どうするんだってことなんですよね？で、さっきちょっとお話ししましたよね。あの、牧先生のこと、牧文彦さん、設計のね。で、長野市がうまくなんか物が言えないっていう話あったじゃないですか。で、ここでもね。 歯切れが大変悪いんですよ小泉なんかでもおととあたりからこのオリンピックのねエンブレムどうすんですかどうするんですかいやいや検討中です検討中ですって言い続けてるけどそれももしかしたら牧先生とのね接衝がうまくいってねえんじゃねえのかなと思ったりもするんですよね。何しろ芸術肌の方なんで、まあ、設計家だから当然そうなんですけど。 もしかするとこんなしょぼいマークね俺っちの作品の建物につけさせらんねえよみたいなことをね言い出しかねないと小泉は非常に心配しています。であのね牧先生の話をねじゃあちょっとねちょ調子に乗ってもうちょっとやるとあのー、芸術館と市役所の第一庁舎新しいのもね間にね中庭ってあるんですよ。 まあ、牧設計事務所ではサンクンガーデンなんて言ってますけど、まあ、いわゆる中庭です。でも、長野市役所最初ね、この中庭はいらねえから、こことって建物にしちゃってくれよって、中庭いらねえ、いらねえっていうことを牧先生に申し上げたんだけど、牧事務所はね、そりゃそんなことはね、受け入れられません。この庭があるから、この作品成立するんですよ、みたいな勢いで。 巻き返してきて長梨もそうですかじゃあ入れときましょうねって結局ね設計変更協議したけれどもそれが受け入れられなかったっていうこともあるんですでいろいろねそういうことがねあるんじゃねえかって牧先生から聞いてますだからね見切れ席のねそのスク,リースクリーンじゃねえやステージがよく見えない席のこととか出てきちゃってるんじゃないかなって小泉はねそういうふうに見てますけどね今のところねでねその エンブレの話もねきちんとこれも今情報公開請求中ですのでどうなっていくのか小泉一馬はきちんと調べていきたいと思います本当にねこれねどっちがお金払って雇っているのか雇われているのか分からないような話になっているのが牧文子さんと長野氏の関係なんですこれもね小泉一馬はきっちり メスはこうかメスを入れて中を見て議会でチェックしていきたい皆様にもお知らせしてまいりたいそんな風で去年の1年間とそれからねそこからつながった今年の活動の当面の目標お話しさせていただきました小泉一真今年も頑張ってまいりますのでぜひぜひ皆様のエネルギーパワー小泉にくださいお願いしますに thank you